はい、どうも皆さん、こんにちは、のんながいです。今回、グランドセフトウォーズオンラインやってまいります。よろしくお願いいたします。今回からちょっと続くかなとは思うんですが、そうですね。まあ、インポッシブルレースの方やってまいりましょう。ネタがなかったらすぐこういうのに逃げちゃうんだろうな、私は。で、まあ、何個かおもろそうなのをピックアップしてきたんで、まあ、やっていきましょうか。どれだっけ、ブックマークに。ここにね、何個かあると思います。まず、ここ、18プラスインポッシブル。インポッシブルバイクパルクール。カブーンスパイラル。で、ウィンドミルスオブデス。そして、スタントレースの方ですね。こちらが、日本語非対応。このよくわかんないやつ。キャンニューフィニッシュ、ワン、ツー。ファステストバイクパルクール。これやったね。うん。つうことで、まあ今回、これかな。この明らかにやばそうなタイトルのやつやってみましょうか。18プラスってのがよくわかんないんだよね。エロいのかな?エロいのか?エロいのか?まあいいや。エロいんでしょう。エロいの大好きだもんな、俺。おおおおおお、いきなりだな、お前。いきなりシュールだな、これ。まあ、うちのエースで行きましょうか。いきなりですね、これね。立ち位置どうなってんでしょうかね、これ。死んじゃったのかな、俺。死んじゃったんだろうね、これ。じゃあ行きましょうか。おう、どこだ、これ。よし。おい。スタートグリッドはどこなんだ、これ。どっから始まってんの?死んだぞ。始まることなかったぞ。最初の何だったんだよ。なんだ?何?共同、なんだ?っていうか、ここのスタートの人すげえかわいそうじゃねえ、これ。ここのスタートの人。と思ったらこれ。え、これ何のパーツ?この透明な床。さあ。まあ行きましょうか。この辺は、まあスタントで。嘘だろ。嘘だろ。ちょっと待って。なんか変じゃねってか。なんか変じゃね?ちょっと待って。マーカーそこだよな。あ、やべ。GTA レースにすべきだった、俺。まあいいや。ん?あそこにどうやってたどり着くんだ?ちょっと待って。チェックポイントそこなんだよね。え?ちょっとよくわかんねえぞ、これ。まだロードされてねえのか、道が。そういうことか。向こう行ったらロードされるんだな、きっと。そう。ここってさ、割さ、止まれんじゃん。止まれんじゃん?つうことは、すげえゆっくりここは、行きゃいいんだな、これ。うん。割止まれるね。どこを走れってんだ?ん?どこ走るべきだ?ま、ここ、ちょっと待って。見つけちゃった。ちょっと待って。見つけちゃったんだけど。今。ちょっと待って。そのタイミングなのかな?これは。もしかして。そういう。なんか、上の上っ面を走れるタイミング見つけた気がしたんだけど、今。気のせいだったかな?こう来んじゃん。で、それもそれが正規ルートなのか?こう来て、ここで、こいつに沿ってこう来んじゃん。ここさ、行けちゃうくない?これ。それともここが合ってるのか?これ。ここ行けってことなのか?違うのか?よくわかんないぞ、これ。ん?行けてるね。でも、下通れみたいな感じのルートになってないかこれ。下通れのルートになってるね。あ、ここでじゃあ行けなくなるんだ、せこいやつは。なるほどね。でもこれ GTA レースだったらこれ乗り越えられちゃうな。まあいいや。ちゃんとやろう。こういう分析はダメだ。これはここを斜めにこう、行けってことだな。オッケー。で、ここはここ行けるかい?行けるね。で、ここも、
ちゃんとやればここが通れますと。この浮いてるのはやっぱここ通れてるのか。で第一難関なのかなこれが。なるほどなるほどなるほど、わかったわかった。あそこが慎重に行かないといけないのかな。ここです。トン、オーケー、うまい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 、今のはうまい、今のはうまいぞ。ぬーんこれチェックポイントつらいね。そりゃそうか、これ平面じゃないからな、チェックポイント置きようがねえんだこれ。ここでリスタートされても困るもんね。そういうことか。おーすごいなこれ、主観怖いな、主観怖いなこれ。あやべ、取り返しのつかないことになった、取り返しのつかないことになったと。主観で遊んでたらこれは酔うね、これは酔うね酔うよこれ、酔っちゃうんじゃないか。 OK、 綺麗に決まったね、今の今の綺麗に決まったね。やべ、世界一ダセー、今の世界一ダセーぞさてここはどこ通るのが正解だ。ここが正解か、正解ここか、ここだな、正解ここだな、 OK だな。ういやー、今の段差殺人的じゃない、この段差もう殺人段差じゃん、はい、正解は一問正解でさ、この段差なわけよ。これはさ、上を通るのが正解なのは分かってるんです自然死、正解は上、上を通ります。ちょっと待った、ああここ通れるんだ、ここ通れるんだ、すげえここ通れるんや。はい、ここゆっくりゆっくり、嘘だろ、おいおい、嘘嘘、僕は行く、いいぞいいぞ、ちょっと待って、またジャンプ OK、 どーい、これはこれはどういうことだい。待ってくれ待ってくれ、取り返しがつかない、取り返しがつかない、えい、これはどういうことだい、ここ通れるのかい、もしかして。あ、通れるね、あ、なるほどなるほど、おもろいおもろい、これは面白い、よく考えた、よくできました、大変よくできました。 OK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  で、今度ここ通って、はいはい、いいねいいねいいですね。早いとこチェックポイント行きたいんだ早いとこチェックポイントに行きたい。これはこの間いけるね、いけるね、いけるね、 OK ね。嘘だろお前、お前これはこの隙間通れるってことかい、そういうゲームかいこれ。ほら俺頑張れ、 OK、 ここまで来たろ。ちょっと待った、え、どういうこと、え、どういうことだ、え、どういうこと、なんとかしろってことこれ。待て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 、25ポイントじゃねえよ、どういうことなんだよあれ。あの、マーカーの方行ったらなんかあるかい？でもあの場所からどうにかこうにかできるってことでいいんですよね、これ。これ例のバグみたいなやつだったっけ？なんか上にしょいんしょいんしょいんみたいなバグ？あれ使えってこと？あれのやり方いまいちよくわかんないんだけど。あれのやり方わかんねえよ、これ。道ないよね。うん、10回ぐらいもっとか死んだけども道ないよね。兆しがゼロです、兆しがゼロなんです。この空飛ぶやつってどうやるのかわからないんです。ちゅうことで断念しましょう断念、次の次のやつやろう、次のやつやろうか、断念します。はい、カブーンスパイラルというレースですね。これは、この車、固定でしたね。
で、今度はきっとね、最後まで道作ってくれてると思います。うん。なんか、ね、頑張って飛んでって、みたいな、そういうことはして。これは偉いレースを始めてしまったようだ。うん。念のために、あれにしてみたんですよ。GTA レースにしてみたんで、下手したらズルできちゃうかもしんないです。ズルできちゃうかもしんないんだけども、なるべくズルはしない方向性でやっていきますんで、よろしくお願いいたします。うん。まあ、この辺はさ、確か、1キロぐらい、総延長がないといけないから、っていう理由で、こう、置いてるだけなんじゃないか？うん。まあ、長さ稼ぎってやつですな、この辺は。はい。こっからですね、狂ってくるのは。狂ってくるって言い方良くないのかな？はい。あ、ここ乗る必要なかったんだ。OK。行きます。トン。はい、ダメ。もう終わりが早いのね、これ。素晴らしく終わりが早いわ。怖い怖い。やっぱスタントレースみたいな滑らかなさ、スパイラルじゃないとさ、すっげえやりづらいよね、これ。リアが流れるわ、これ。おーおーおお、ここ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 、オッケー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 、うーん。ダメだ、これ。リアの流れるさ、その感じを覚えて、どこで方向転換すべきかなっていうのを覚えて、で、やっていくしかないんで、タイミングゲーだ、これはもう。覚えゲーだな。ここで、ここで。いけ、いけ、いけ、届け。クソ、この野郎、届けよ。ウォーン。オッケー、乗っ、なんで爆発するぞ、これ。乗ったと思ったんだよ、今。お、おうおうおう、なんか妙なことになっちゃったな。なんだこれ。妙なところに来ちまったぞ。ちょっと待った、GTA5 やって初めて来るところに来ちゃったぞ。なかなか来る機会がないな。でだ。問題は、ここ、こう、登ってきて、どうなってんの、これ。で、ここ？くる、回る、まだまだ回る、あ、待て。あそこで飛んで、そこゴール。ゴールのハードル高くないっすか？ちょっと待って。ここで終わりじゃなく、さらにそこに着地しないといけないってことなの？ひでえな、これ。ゴールのハードル超高えじゃん。マジかよ。棒高跳びぐらいハードル高え。お、うまいこと言ったぞ。2番目のループうまいこと言ったぞ。3番目のループはどうなってんねん。お、なんかうまいぞ、うまいぞ、うまいぞ。嘘。今すげえうまいこと言ったじゃん。3番目の、ああ、なるほど。わかった。わかったわ。わかったわ。これ勘でしかないけども、どう来たんだ？そう。こう来て、こう登って、ここで発射したんじゃねえか、今。ここで発射して、ギリギリかすらずに飛んだんだな。本来ならもう一周ループ回ってこれで飛ぶべきだったんだ。でもあそこいらないかもしんないね、下手したら。なしでいける説出たね。うむ！見た今の。今の見た。今のズル見た。今のズル、ズルっていうか、奇跡。こっからいけるか、こっからいけるか。いけそうだ。いけそうな気がする。いけなかったわ。トン！捨て身、これ。捨て身のこれって意味わかんないけど。ほったら？
オッケー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 。ここでまた向き変えて、はい、向き変えます。でこうだな、この角度だな、まっすぐこの角度、まっすぐ。おっ、ちょずれたずれた。 It was at this moment that he knew he fucked up。 やべーい、やべーい、うそーん。なんだこれ。俯瞰でやってみるか。今までさ、ほらあれだったから、きっとね、あれなんだよ、コントロールがね、なんでもないわ、ごめん、なんでもなかったわ。コントロールうんぬん、なんでもなかったわ。これどこだろう。 OK、 いいぞ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 。お、完璧にいったのは初めてじゃないか。ゴールが遠いの。なんだこれ。俺なんかずるいことを考えたくなるっていう病気なのかもしれないな。どっかにいい手はないかな。よし、明暗が浮かんだ。ちょっとカット。来ましたよ。皆さん、こっからよ、飛んじまえば、高さなんて関係ねえんすよ。よく気づいたな、俺。これよりも天才のやついないんじゃねえか。ちょ、ちゃんとさ、はしご登ってくれ。はしご登ってくれ。なんて頭がいいんだ、俺は。うん、やっぱね、こういうところにね、私は長けてるんですね。で、ゴールは、そこを越えた先あたりか。うん。あそこまで一飛びよ。だから、ルートとしてはこっち回りで飛んだ方がいいな。よし。ちょい！ It was at this moment that he knew. He fucked up. やべ、俺パラシュート持ってねえんだ。俺パラシュート持ってねえんだ。そっか、パラシュート持ってねえのか。パラシュートなかったんだっけ？そっか、そりゃ飛べねえや。また妙なことになったぞ。また妙なことになってしまった。うん、よくよく妙なことになるな、今回は。とりあえず、来れるとこまで来たぞ。来れるとこまで来た。うん。これ以上は登れないのかな？これ。お、いけるね、まだ。おっと、落ちた。いや、真面目にやろう。ちょくちょくあるね、こういう死体がこの車から出てくるやつ。ボキャブラリーがアホになってっけど。いける、いけるぞ。いったか、いったのか、届くか、届いてくれ、来た。33分39秒571です。全然もらえねえ、もう全然もらえねえもん、こんだけ頑張って。超疲れたね。これは殺人的だったわ、今の、今回の2本。収録時間合わせて1時間か？うわ、えぐいなぁ。なんか1時間が風のように去っていったというか、記憶がほぼないぞ。この1時間の。ああ、1時間俺は何をしていたんだっていう。じゃあ、終わります。編集が大変な割に、一本なんだよな、これ動画。じゃあ、今回これで終了いたします。ではでは、次回もまた、YouTube でじゃなかった。サンアンドレスで会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。バイチャー。
Stay close beside me. Here, locked in your arms, please let me stay. Don't ever leave me. You are my one love, my true love, because I love you. I'll be your one love, your true love, because I love you.